ド24ド十四の試作初号機ド十四は第二次世界大戦の開戦前にドイツで開発された飛行艇であるオランダ海軍航空隊が東インド諸島の植民地で使用するためにドルニエ社に開発を依頼した機体で1937年に初飛行したその後オランダでライセンス生産が行われたが第二次世界大戦開戦後ドイツがオランダを占領すると オランダにおける生産ラインはそのまま活用され、生産された機体は、ドイツ空軍が海南救助任務や輸送、洋上偵察に使用した。オランダは、ドルニエ社が第一次世界大戦時に開発した GS- に飛行艇を40機運用していたが、1930年代になると旧式化してきたため、これに代わって、東インド諸島の植民地で運用する新型飛行艇の開発を、 ドルニエ社に依頼した。ドルニエ社は、オランダ軍と協議しながら1935年より、開発を開始し、同年末に12機の受注に成功した。ド24と名付けられた機体は、ドルニエ社の飛行艇の伝統とも言える停滞の両側に張り出した、スポンソンを持ち、パラソル式の主翼を、同単位中央部の支柱で支えていた。エンジンについては、当初燃費を重視して、 ユンカース製のディーゼルエンジンを搭載する予定だったが、オランダ軍側から自国でメンテナンス可能なライトサイクロン空冷エンジンを搭載するよう要求されたため、機体制作途中に空冷エンジン3発に改められた。試作第1号機は1937年7月に初飛行し、飛行テストも良好だったため、購入した12機の他に約50機のライセンス生産の契約を結んだ。 オランダのド 24K ボーランダへは、試作1号機と2号機と、生産型12機が輸出された。ド 24K1 と名付けられたこれらの機体は、ライトサイクロン r -1820×52 エンジンを搭載していた。オランダでのライセンス生産は、フォッカー社で行われたが、エンジンは、より強力なライトサイクロン r -1820、18 g 利点味が搭載されていた。 これらの機体は分解された後ロッテルダムから船積みされ東インド諸島に輸送後現地で組み立てられた。ジャワ島などに配備された機体は太平洋戦争開戦後進出してきた日本軍相手に運用されたが戦果は不明である。その後日本軍による破壊を免れた機体の一部はオーストラリアまで逃れ、オーストラリア軍により救難や洋上紹介に利用された。 ドイツにおいては偵察、紹介用飛行艇として BV-138 の配備が始まっていたため、ド24に対する関心は薄かった。しかし、第二次世界大戦回戦により、海上救難、洋上紹介、輸送に利用できる機体の充実が急務となり、また、1940年にオランダを占領したことにより20機のド24と、その製造ラインを確保したことから、 海上級南洋の機体として本機が採用されることとなった。生産は主にフォッカー社で行われ1944年末までに約180機生産された。ド2 4はドイツ占領下のフランスにおいて CAMS のサルトルービル工場でも生産が行われたが、生産は終戦後も続けられ、フランス海軍は1955年まで本機を使用した。 スウェーデンでは1944年に捕獲した1機のド2 4 t 1を TP24 として予備部品の不足によって行動不能となる1951年まで使用され翌年解体されたスペインでは1967年の時点で実際に運用していたことが確認されていたがドルニエ社では1971年にその1機を買い取り将来の多用途飛行艇の ベースとして改造し1983年に初飛行した。この度 24ATT は主翼が新しく設計されたものに変更され、水陸両容器に回収されておりエンジンも P&WPT6A-45B ターボプロップエンジンとなっている。その後、一旦、ドイツ博物館に収められたが2003年に再び、レストアされ飛行することとなった。 二24に ATT 二24の三面図、ありがとうございます。